配置をした職員たちなんです。この度ですね、水戸市のオリジナルナンバープレートを策定をいたしましたので、発表をさせていただきたいと思います。水戸を象徴するですね、偕楽園の光文亭、それから芸術館のアートタワー、そしてデビューしたての水戸ちゃん、形は、納豆、いわゆるわらつと納豆の形をしております。このナンバープレートから、水戸を、感じていただくことが、できますので、ぜひ多くの方々にですね、このナンバープレートを見ていただいて、あ、水戸に行ってみたいなって思っていただければ、水戸市民の方々も、バイクの安全運転に心がけていただきながら、ぜひ走ることによって、水戸市を PR していただきたいと思っております。